カロリーゼロ食品の落とし穴とはということで、それは注意していただきたい人工甘味料のワースト5ということで、マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくダイエット中だからカロリーゼロの食品を積極的に買って食べたり飲んだりしてダイエット頑張っていますという方がね多くいらっしゃいます。ところが実はカロリーゼロの食品の方が逆に太ってしまうというのをご存知でしたか？そこでこの動画ではカロリーゼロの食品の落とし穴のポイントがわかるんですね。なのでもしあなたが今までカロリーゼロの食品を食べたり飲んだりしても結果が出ていないのであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、危険カロリーゼロ食品で太るについてお話ししていきます。お話の内容はこちらです。1つ目、カロリーゼロ食品の落とし穴とは何でしょうか。そして2つ目、注意トップ5ということで、取っていただきたくないこのカロリーゼロ食品の5つお伝えしていきたいと思います。では1つ目の項目です。カロリーゼロ食品の落とし穴とはということで、それはこちらです。人工甘味料を使っているからなんですね。よくチョコレートとか飲み物で糖質オフとかね、カロリーゼロとかカロリーがこう少ないとかね、そういった表示があって、あ、だったらこれはダイエット向けだよねっていうことで、積極的にね、大丈夫って、このチョコ食べてもカロリーがゼロだからと思ってね、召し上がってる方はもう本当にね、今すぐやめた方がいいんです。なぜかというと、甘さは砂糖の数百倍もあるんです、その人工甘味料だとですね。なのにカロリーが低いわけですよね。これは自然なものではないからそうなっているんです。人工的に一生懸命ね作った、甘味料なわけですよね。そうすると脳が混乱します。あれおかしいって、なんでこんなに甘いのに生きていくために必要なカロリーが取れてないのってね、危険だって思っちゃうわけですよね。そうするとよりあなたにこれはダメだダメだと、甘いものもっと食べましょうってね命令するんですよ。要は脳から指令が出るので、あなたはたった今カロリーゼロのチョコを食べたばっかりにもかかわらず、なんかまた口寂しくって、ついつい飴とかなんかこうつまんじゃうって、そこが落とし穴になるんですよね。でしかも甘いものが欲しくなるだけじゃないんです。この人工甘味料を食べ続けた結果、飲み続けた結果ですね、危険性がはらんでいるんですよ。ここは重複します。ますますとにかく甘いものがやめられない、止まらないになっちゃうんですよね。プラス満腹中枢の反応を鈍くすると言われてますから、食べても食べても満足しないんです。お腹がいっぱいになりましたよっていう、その中枢がやられているわけですからね、これは非常に危険ですよね。もうどんどん食べちゃうわけです。他のものもそうですよね。そして中毒性もあると言われてますから、一旦そういったカロリーゼロのお菓子を食べ続けると、もうとにかくそれが食べないと気が済まないということになってしまうわけですよね。でプラス味覚障害も起こると言われてます。これ味覚ですよね。味覚がおかしくなると、もうどんなものを食べても美味しいって感じられなくなったりとか、もう何を食べてもね満足せずにもうどんどん食べちゃうという、そういう負のスパイラルへと入ってしまう危険性があるのがこの人工甘味料なんですよ。では項目の2つ目です。ここからは注意していただきたい人工甘味料のワースト5ということで、5つご紹介したいと思います。この5つは日本とアメリカの間で認可された、もう堂々とね使っていいと言われてしまっているものなんですけれども、賢くなった皆さんはですね、ぜひこの甘味料取らないように気をつけていきましょう。5つというのはこちらです。サッカリン、スクラロース、アセスルファムカリウム、別名アセスルファム K ってね、簡素化された言い方もあります。
あとはアスパルテーム、ネオテーム、この5つがまあ認可されてしまっている人工甘味料ということになるんですね。でそれぞれ特徴があるからここちょっと押さえてください。あ、こんな食べ物にはこれが入っている可能性があるわっていうねヒントになりますから、ぜひ最後までご覧くださいね。まず1つ目のサッカリンはもう一番古い人工甘味料です。そして発がん性もあると言われていて、もう現在使用ねするのをこう減らしていきましょうっていう傾向にあるほど、まあ、危険なものが、まあ、なぜかまだ使われていますということなんですね。そして2つ目の人工甘味料はこちらスクラロースですね。これも結構ね焼き菓子とかお菓子にこう裏原材料見てください、結構書かれてます。でこれは砂糖に近い自然な甘みがあるために結構お菓子系に入っている可能性が高いですね。そして熱に強いので焼き菓子によく使われている甘味料になります。はい、そして3つ目のこちらアセスルファムカリウムなんですけれども、他の人工甘味料とですね組み合わせてもっともっとその甘みをですねずっと保てるようにするときに使われやすいものですね。なので単品っていうよりは結構いろんな人工甘味料と組み合わせてたっぷり入っている可能性がありますから注意していきましょう。では4つ目の人工甘味料はこちらアスパルテームですね。実は胃潰瘍の薬を作る過程で発見されたものなんですが、日本ではパルスイートに入っていることで有名な人工甘味料になります。そして最後5つ目はこちらネオテームですね。先ほどお話ししましたアスパルテームと構造が似ている人工的に作った甘味料です。でこれはとても熱に強い特徴がありますので、まあ、焼き菓子とかその焼く工程でよく使われる甘味料、人工のものになります。いかがだったでしょうか。今回は逆に太ってしまうカロリーゼロの人工甘味料の太る原因と危険性についてお伝えしました。そしてまたいっぱいねあります人工甘味料、ただまずはこの5つ覚えてくださいということでご紹介したのはこちらになりますから、まずあなたが何か購入するときに原材料名を裏をねチェックしていただいて、この5つが入っていないかなっていうのをね確認してから買っていただきたいと思います。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。